どうもボビーアートレザーのボビーですえー、今日は1月の4日ねえー、125回目のえー、ライブ配信となります大阪のボビーアートレザーのアトリエからライブでお届けしております、ね、えー、今日から多分ね今日月曜日でしょ えー、今日からね、えー、電子のおスタートっていう方もお,、ね、お勤めの方は多いかなと思いますけどね,、えー、ね天気良くて良かったですねまあ,あ新たな気持ちでですね、えー、スタートさ、ね、せて、えー、くれたらなと思います、ね、でまあ,あ多分お昼休みでしょうから、えーねえー、食事をしながらですね、えー、お付き合いいただければ 幸いですでですすね、えー、今日のテーマっていうかそうですね、えー、僕はまあボビーアートレザーでね革製品ハンドメイドのレザークラフトをですね、えー、ずっとやってるんですけどもね大阪で。でまあ あいろいろなものをです、ね、年間、えーつくえー、作らせていただいています。ほとんどまあ,あ、まあえー、革ひもをですね、えー、使って、えー、穴を開けてですねそれをパーツとパーツをかがって、えー、作り上げていくいう,う、まあ、特殊なあ工法なんですけどもね、えー、そんな中でですね、えー1年を通じて 一番年間ね、えー、使って一番使っている革製品はこれっていうことでですね、えー、そういうタイトルでまあ始めましたで、まあ、あまあ革ジャンとかはですね、えー、どちらかというとまあこういう時期かな、うん、あの秋秋,秋口かな、まあ、10月ぐらいからでもこのもうこの時間この時期は あこの上からですね、えー、ダウンベストとかを羽織ったりとかして、えー、ダウンを取ってますっていうかあの寒さ対策にしてます革ジャン一つではちょど,どうしてもね、えー、冷えてしまいますんで、えー、まあそれで、まあ、バッグとか革小物とかどうしても持ち歩くものになりますね、まあ、ハットももちろん毎日、えー、出かける時にはあね、えー、もうアイコンのようにこううに 被ってますけども、えー、そんな中でですね一番僕が使ってきたのはですね、えー、今思えばこれですねこれもう,もう割といい感じにてりてりに育ってると思いますけども「えー、ワニーテール」っていう名前でね、えー、リリースしたものなんですけどもねまあ、あのー、平たく言えば えー、スマートフォンですね。この iPhoneiPhone をまあ常に、えー、こう入れてですね、まあ、こう入れてまああの腰にぶら下げてるって感じですかねあのこんな感じです。えー、こんな感じ、えー、こんな感じでね、えー、あのベルトにですね、えー、ぶら下げてあのももう持ち歩いてる。 っていうか、あもうもうこれ装着したまんまです。でまああのー、それこそもうあのー、一日中もう年中あのー、腰にぶら下がってるんでですね、さすがにいい感じに <laughs> ね、えー、育ってますね。うん、見えますかねこんな感じ。でまああのー、他にもですねやっぱこれからですねやっぱりこう何ですか。 あのどうしてもほら携帯電話の種類がいろいろあるじゃないですかでまあ大体網羅できるぐらいのサイズ感じでリリースしているのがこれですねこれはまあちょっとブラウンのタイプですねワニーテールという名前はこここの、えーね、フラップをですねこのワニのクロコダイルのでっかいクロコダイルのでですね、えー、リアルクロコをね尻尾のところを使っています ね、この尻尾の在庫もねそんなに普段出回るもんでもないのであのー、まあちょうどいいサイズ感のが見つかればあやっとそこから作れるって感じですかね。まあ、これはですね、えー、ちなみに、えー、写真ですよ黒の馬側の写真でね、えー、多分経年変化を解けていったらですねものすごいいい感じに、えー、こ,のこういう当たりのところが出てくるんでしょうね。 うんでまあ、こ,このおクロコダイルもおいい具合に何、えー、て言うんですか、まあ、こ,こういう具合にてりてりになるっていうかあのやれてくるっていうかね、うん、まあまあこれ,これはもう写真じゃないんですけども同じこれ馬側ですもうあのこういう感じになっていますね。えー、たまにねあの心配される方が多いんですけどあの皮ひもが。 ほどけたりせえへんかなとかあ言われるんですけどもね基本的にはまあまあこんな感じで手入れもしたことないですけどねうんあのー、大丈夫ですねまあまああとどうしてもこう剥がれやすいくなる時期もあるかもしれませんけどよっぽどですね、うん、そんだけ、えー、使っていただければ僕も本ん本望ですよ。うん まあ、ちなみに内側はこんな感じかな、うん、僕の顔隠さなかのねこんな感じでね、うん、あのー、この皮紐のですね、えー、こういうところね皮紐のこのステッチのところがおもう馴染んでですねえー、っと、まあ、大きさもちょっと違いますけどね僕のとね僕のはもう普通のサイズのですから。 えでここは、まあ、スワロースキーっていうかねキラッと刺してますね、うん、まあこ,これももうあのこんな状態ですけどね、うん、でまあこういうようなのをですね、えーまあ、これはあのウェブショップでもね、えー、取り扱ってますんで、うんあのー、もうこれねぜひ僕もおお使ってもらえればすごくね、あのー、便利さが伝わりますで目を引きますね 皮、まあ、はやっぱ育てるっていうこともありますんでね、まあ、あとこういう,うこれも馬の皮ですけどもこういうねタンのいい感じ、うん、これもいい感じに育っていくと思いますね。うんあのー、春先とかかににはいいんちゃいんゃすかね色,色名的に <laughs> あのあのそれからネイティブ思考の方とかね、うん、ネイティブインディアンの子物とか好きな方とか。 ねえー、こういう感じでね、あのー、もう年中使ってるので育ちがいいっていうかあのあ経年変化っていう、まあ、僕らよく言いますけどもね G パンドとかでもおそうですしでもこういうレザーは特にそうですよね。うんあのー、やっぱ本物のリアルレザーなので、えー、なんていうんですかこう味わいが深まってくるっていうかね、うん、これがねあの フェイクレザーとかやったらねあのおもうあのここれぐらい使い込んだらねちょっと <laughs> あの剥げてくるしあのなんていうか表面の繊維があのやっぱ石油製品なんでね、えー、傷んできますしねまあこれはもう長いことお一度も修理もなもなしに使ってますしやっぱあの育ちはいいですね <laughs> あとあ岡田市長 あまましておめでとうございます、えー、メッセージがね、えー、ちがこコメントが見れるんで、えー、いつも iPhone から見てるんですけども,、えー、もう iPhone も電話とちょっとしたメールチェックとかしかできないぐらいの、ね、すぐ容量オーバー言うんですかね写真も撮られへんし、うん、<laughs> そんな感じで、えー、単なるあの電話と、ね、そういう端末になってます今の。 まあ今年中か今月中にはあ調したいです、ねうん、まあそんな感じで壊れてないのに、えー、なんかほらこういうな電化製品電化製品じゃないな、えー、こういうパソコンにしろお、ね、要はスペックが形がスペックのな中身が古くなって使いにくくなるとかそういうのになるじゃないですか。えー、っとやっぱりこうレザーーザのこういういはね、えー、スペックとかじゃなしに まあそれも大事なんでしょうけどおやっぱり、えー、ね時間が経てば育ってくれるしあの愛着もねもうほんまに馴染んでくるんでね、うん、もういつもそれを感じますねあのー、そこそこの何て言うんですかあ iPhone とかもスペックがいいやつ新しいに買おうかなと思ったりもしたんですけど結局また数年したらもう,もう買い替えなあかんのやなと壊れてもないのにね。うん どうかなと思ってね。うん、そこに何かこう投入するんやったら、えー、やっぱりあのレーザーのものとかず、ずねあのずっと使えるものとかに、えー、投資する方が僕はあ正解かなと思っています。まあそういう考えです。うん。やっぱりこうななんていうの、こういう年齢にもよると思うんですけども、お数をねたくさん持つというよりもおこだわりのものを 長く使ってですね、えー、自分の体と同化させていくっていうか、うん、なんかその人なりみになってくるっていうかね、うん、に染まっていくっていうかね、うん、なんかそういう感じもしますね。あとですね、よくその次に使っているのはですね、えー、これですかね、うん、これ、メディスンバッグです。うん、ここれもまあ同じような感じですね。 これはもう僕が毎日腰に下げてるものですけどもこれももともとは黒真っ黒だったんですよこれねえグレッシュに見えるでしょ真っ黒でしたよこれこれね何や言うたらねえ馬の馬側のねえっとプルアップレザーっていうですねいうレザーを使ったんですよねでまあここはブラック・ザ・シンクですねうん。 でまあ、これはあ僕のオリジナルのね昆虫、えー、ボタンで,で、まあ、こ,のこの中にこれはもうあの携帯もまあもちろん入りますし、まあうまあ、う内側にもちゃんとこうレーザー貼ってますんでね、うん、あのその辺のこと抜かりなく <laughs> やっぱりこうせっかく持ってもらうんやったらねやっぱこうおなんかこう全部こだわってる方がいいじゃないですか。ね せっかく手間かけて作る方もね時間かけてえちゃちゃっと作れないもんなんでねうんやっぱりこうこだわり持って作りますしまあ大体えこれもですねまあこれはさっきの感じがねえダブルになってる感じのパターンでまあ僕はもともと腰をね腰につけるんでベルトに通すんでこういうやり方ですね。あととこの中には財布を入れたりとか、まあ DVD が入るぐらいかな CD とかも入りますしね、うん、あんまり夏場とかでもそうだしあのバッグとかを持ち歩きたくない時ってあるじゃないですかあの両手自由な時で、まあ、リュックとかしたりとかあするんですけどもうあのー、ちょっとしても入れる時ね、うん、ここの中には常にペンとかあ手帳とね僕の場合やったらあのメジャーねあの長さ測るにね が入ってますしまあまああとまあ目薬やらなんやかんやねあとまあミンティアとかですね <laughs> いろいろ <laughs> ねまああの他のバージョンもねこれ,これをねベースにですね、えーまあ、たくさん作らせていただきましたね、うん、あのー、オーダーでねえー、ちょっとそれをね、えー、お見せしたいと思いますまあ,あまずこれこの仕様は、ね、ベースは えー、さっきのこれかなこのメディズンバッグんなんですけどこれどうして <laughs> ね、えー、まあ,あ、まあ、お財布入れたり、まあ、携帯を入れたりとか、あのー、するんでねまあこれはですね、あのー、ちょっとショルダーバッグちょっとサコッシュのようなね感じでちょっとショ,ルバショルダーバッグとして、えー、もう使いたいなということで。 こういうふうにね、え、使用を変更してます。ここは持ち手も、つ、付けました。あの、ディーリングというリングをね、こう付けて。えー、まず、これ、醤油使用してます。で、まあ、これでですね。あの、なんていうんですか。こう、ハンドバッグの、ようにちょ、ちょっと、移動の時にね。ちょっと持ち、持ちたい時、あるじゃないですか。それか、あの、バッグとかに、こう、たすきがけする時に。あの。 このちっちゃい輪っ,かをこうかな輪っかのところを通してつけるバッグに取り付けたりとかねそういう感じでねこれを通してねそういう使い方とか裏の仕様はこんな感じですねあの要はんですか僕の場合でしたらボビーの場合やったらこっちになるのかなあのこういう仕様なんですね。 それをです、ね、もう中に入れて、まあ、ベルトを通手しても使える感じですね。えー、まあ色がねこのこれはあーオーダーいただいたからのねテーマカラーが、えー、テーマにしてるカラーがあー黒とーパープルなすび色とピンクやったんですねショッキングピンク。それでねちょうどそういうねレーザーもあったんでちなみにですねこのおピンク色のところでしょう。 ピンク色のレザーのレーザねこのピンク色これはですね、えー、ドイツのレザーでですね素材で,であのエルメスのねバッグも同じと同じレザーなんですよ。やっぱり風合いも色合いも制作しててもこうカットしたりとかいろいろねあの作業をする時にですねあの全然質が違いますね。やっぱりあの プライスも <laughs> 革のプライスも、ねえー、全然違います僕があー手がけてるレザーの、まあ、使ってるレザーの素材の中でもね群を抜いて、えー、ハイプライスな素材ですね牛革の中ではですね牛革の中では、うんあのー、ものすごい、えー、価値ある。<laughs> 素材ですねまあ、発色はね写真では、ね、伝わらないんですけど、あのー、いろいろなあの何ですか、えー、ピンクの部分で一時期探しててピンクのレザーをね、えー、もう発色がもう,もう全然違いますねあのやっぱりあのやっぱりんでかなと思いますねやっぱりこう青い目で見,見た感じなのかあなんかこう感性というかもうやっぱりねあの発色が とか飛び込んでくるものがやっぱ違いますね。はいでね、えー、これね内装はこんな感じですね。まああのこのちっちゃいポケットがですね。僕はですねここに、えーえー、まあ普段はミンディアを,を入れてますかね。うん。あとはですねあの新幹線で移動するときにあの切符が おね、あのいちいちこう財布こう出してこういうの,あの見せるっていうのも面倒くさかったりしたんでここにき新幹線の切符をちょうど入るので入れてますね。はい、あのちょっとしたこうものはこ,この今紫色になってる、ね、ポケットにね入れてます。ねはい、中はですねこんな感じで仕切りをつけてますね。 うんまあ、ゼオールオールレザーですあの布地は使ってませんので裏地も全部贅沢の極みですけどね <laughs> あの全部レザーでオールレザーで、えー、ボビーアートレザーですね、えー、使ってます。ねえー、まあ、まあ、こんな感じでハガキとか僕ら DM とかあそういうは DM ハガキとかあるじゃないですか,かポイントじゃないな,なんかこうちょっと招待状とかあそういうのをですねあのこの 細いポケットに入れてますねあとはですね、うん、僕とかやったらもうカメラでねよく出かける時にあのカメラで,であのキャップとかあるでしょカメラキャップあれのやり場に困るんでいつもねあのキャップの <laughs>、ね、皆さんどう,さどうしますあのキャップ <laughs> でもうこの中にそのポケットにね、えー、放り込んでますけどでまあこの中にはもう、まあ、いろんなものを常に入れてね 持ち歩いてますね。これがまああのー、年間考えたらボビアがレザーの中では中間まあ僕個人としてもなんですけども年間一番愛用しているんじゃないかなと一番愛用している革製品レザーアイテムじゃないかなと思いますね。<laughs> うんあのこれのあのこういうねあのワニテールとかねこういう,うバッグ類のね こういうねあの材料もそうですけどもねえあのお求めやすいねえ価格に抑えてねやっぱこう本格的なものをやっぱ愛用してもらいたいということでねえ僕も頑張ってますけどねそ,ういうその面でもねはいあのにまあ同じものが2個3個とできないようなもんなんでねまあそういう感じでやっぱり1年間ね 1>, 1年とは言わず年間通じて、えー、使ってきた中でまあ一番傍らにあるのはあ僕の中ではあこれですねそれかあーキーケースかな <laughs> まあ財布はもちろん使うんですけど財布はどちらかというとあのバッグの中に入れてる時間の方が多いのであの身につけてるものともうパ100%これ,これですかね。 パー、うん、まああのー、自分で使ってても作ってても良かったなと思えるものはあやっぱりこういうねモバイルケースっていうかなまあメ,、まあ、メディスンバッグのちょっとちっちゃめな感じですねこれをね大きくしたりとかもいろいろリサイズしたり、えーもうこ,のね、このフラップのデザインをですねいろいろねあのこういうイメージにしたいなっていうことねそういうリクエストにもお 答えながらね、いろいろ使ってますんでね。えー、まだあのー、これまでつくっ,ってきた作品ね、メディスンバックとかのお関連のお、えー、作品集はあの下のね URL に、えー、入れてますんで、ぜひねあのー、クリックして、えー、ご覧ください。 でね、あのこういうイメージのがあれば作っていただけますかとかいうこともねあの、まあまあ、ずどんどん、えー、募集してますんでねお受けたまりますんであの心置きなくというか,気兼,、ね、あ気,か気兼ねなくねあのメール電話いただければ幸いですで、えー。2021年もスタートして4日目ね。 えー、今年もですねご覧の皆さんにとってですね、えー、最高の一年であることを願っていますそして今日が最高の一日であることを祈っていますそれではですね、えー、またお会いしましょうえー、あそうそう、ね、あの YouTube をねご覧の方はですね、えー、いいねボタンねチャンネル登録よろしくお願いします まあそれと、Facebook をね、今ここでご覧の方はですね、えーまあ、いいねボタンも <laughs>、ね、押していただけるとお嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。